こんにちは、はるかです。ここは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。いろいろな話を日本語で話していきます。もしよかったら聞いてみてください。はい、皆さんこんにちは、お元気でしょうか。はい、今日は8月の25日火曜日です。はい、皆様いかがお過ごしでしょうかね。今日はですね、今日はそう、ずっとリクエストをねもらってた、前にリクエストをもらったんですけど、まあ日本でのその恋人の作り方、テクニックとかじゃないですよ、方法です。私テクニック知りませんから、方法をちょっとどうやって日本人はなんか恋人を作るのかっていう話を少ししたいと思います。で、まあ、私が26歳で、まあ、私この26歳がどうやって恋人を作っているのかっていうね、友達の話とかも入れて話します。はい、でね、大学生とか高校生の時は全く不便なかったんですよ。不便なかったのはおかしいんですけど、なんていうの、出会いに不便がなかった。いろいろ新しい人と出会うチャンスが多かったんですよ。その、なんだろう、大学の人とか先輩、大学の先輩とか、すごい距離が近くてすぐ友達になれるじゃないですか。アルバイトとかね。そう。でも、働き始めたら、マジで出会いがないんですよね。そう、毎日会社行く、働く、帰る、寝るみたいな、もうこの生活、会社、帰る、寝る、会社、帰る、寝るみたいなね。そう、どこで出会いますかってどこでいい人に出会いますかっていう話なんですね。そうで、まあそうですね、その大人になってじゃないですけど、働き始めて、まあ、その恋人の作り方が変わったなっていうふうに思うので、この方法を紹介しますね。まず一つ目は、まあ紹介ですねこれは、まあ、よくあると思うんですけど、友達から、まあ、友達の友達を紹介してもらって、まあ、デートする。まあ、これは普通ですよね、スタンダードですね。2つ目はこれすごく日本多いんですけど、社内恋愛です。社内恋愛っていうのは、社内っていうのは会社の中の意味ですね。社内、そう、なので、あの会社の中で恋人を作ることです。はい、でこれ、あの結構いろんな人に聞くと、私の国ではそれは絶対にないとか、あの結構あるんですけど、日本だとすごく多いですね。うん、なんか例えば上司とか先輩、同期同僚、あとは違う部署の人、違うチームの人、あとはお客さんっていう人もいますね。クライアントとかありますね。うん、もちろん、その、もしね、そこでなんか恋人ができたら、あんまり周りの人には言わないんですけど、その秘密でちょっと付き合って、で、まあ、結婚するときにみんなに言って、で、まあ、どっちかが、違うチームに移動したり、まあ、することが多いんです。辞めたりね、そういうことが多いんですけど、まあ、結構みんな、知らないところで、付き合ったりしてる人多いですよね。よく聞きますね。うん、まあね、隠しても分かりますよね。あの二人明らかにおかしいみたいな、なんで喧嘩してんだろうみたいな、ちょっと変わったりするんですよ。そうそうそう、まあ、めんどくさいですけどね、社内恋愛って。まあ一番早いですよね、出会いはそこしかないから。うん、まあ、社内恋愛です。で、3つ目は合コンです。合コン、うん、合コンは、まあ、大学生の時とかからやってたんですけど、
女の人3人とか男の人3人、まあ、同じ人数で飲み会に行くんですよ。飲み会、居酒屋とか行って、でそこでもうみんな初めましてですね。そうで、する飲み会を合コンと言います。そう、例えば私が合コンしたいって思ったら、私の女の友達にやらないって言って声をかけて、あともう一人私の男の友達に言うんですよ。でその男の友達は私が知らない男のまた友達を呼んでもらって、例えば私の高校の女の子を連れていくんだったら、その男の友達は大学の友達とかを連れてくるみたいなね。そうで、みんなほとんど初めましてで、あの飲み会をする、これを合コンと言います。はい、大体3対3とか4対4ぐらいが多いですね。うん、よくあります。はい、で、まあ、そこでの話は、まあ、どんな人がタイプなのとか、趣味は何とか、なんか今まで何人と付き合ってたのみたいな、まあ、そういう話ばっかするんですよ。で、まあ、いいなって思う人がいたら、連絡先ね、 LINE とか Facebook 交換するんですよ。そうで、まあその次は一人と人1対1で、まあ、デートするとかするんですよね。うん、まあ、合コンはね、本当にね、可愛い人とイケメンがいたらもうみんなその人に行くんで、あんまりおすすめはしないんですけどね。もし自分が可愛くてかっこよかったら、まあ、いいと思います。大体みんな同じ人のこといいと思うからね、戦いになりますよね合コンと言います。これよくあります、本当によくありますね。はい、合コンです。で4つ目、もうこれは本当に最近増えていますね。マッチングアプリです。マッチングアプリ、これはまあいろいろあります。海外で、まあ、有名なのはなんだっけ、 P T、 あれ、めっちゃ忘れちゃった。海外で T、 あ、忘れました。はい、忘れました、ごめんなさい名前忘れたんですけど、あ、え、そう、海外でもありますよね。こう全然知らない男の人と女の人とかと知り合えるマッチングアプリですね。日本で有名なのは、タップルとかペアーズとかウィズっていう名前のアプリなんですけど、これはその私だったら、まあ、私の顔の写真とか自分の趣味の写真を載せて、あと私の名前、まあ、名前もニックネームとかでいいんですね。で、年齢とどこに住んでるのか、何が好きなのかとか、例えばタバコを吸うのかお酒を飲むのかとか、なんか休みの日は土日なのかそれとも違う日なのかとか、結構いろんな情報を入れられるんですよ。それを入れて、まあ、どういう人を探してますっていうのをまたプロフィールを書いて載せると、それを見てくれたね、それを見てくれた男の人とかがそのいいねって言ってライクを押してくれて、でメッセージを送ってくれたりするんですよ。でお互いいいねって押したら、そこからメッセージをスタートできるみたいな、そういうマッチングアプリです。はい、そうそう、最近すごく多いですね。コロナがあってから、よりねちょっと外に出ることが少なくなったので、こういうアプリを使う人はすごく増えていますね。うん、私の友達でもアプリで出会った人と、まあ、付き合って結婚したとかもありますし、そうそうそう、マッチングアプリです。はい、うん、まあ、これなんか今、まあ、話を聞いたんですけど、このアプリはもちろん男の人女の人のアプリもあるし、男の人男の人のアプリもあるし、女の人女の人のアプリもあるみたいです。はい、なのでちょっと検索をしてみたらいいと思います。はい、で
なんかね、最近はズーム合コンとかあるらしいんですけどね。はい、あともう一つは、まあ、恋人よりも結婚する人を探すことを、婚活と言います。婚活。婚活の婚は結婚の婚。活は活動の活ですね。で、婚活です。婚活はもう結婚する人を探すこと、探す活動のことですね。はい。なので婚活アプリとか婚活飲み会とか、ズーム婚活とか最近あるらしいんですけど、コロナで。婚活はもう本当にめちゃくちゃリアルですね。なんていうんだろう。趣味はとか もちろんあるんですけど、もう給料はどれぐらいもらってるかとか。子供が欲しいか欲しくないかとか、なんだろう、その人転勤があるかないか、例えば今東京で働いてるけど、もしかしたらその大阪で働くことがあるとか、そういう本当にもっと詳しい情報、結婚のための情報を交換して、まあ、ご飯を食べるみたいな、こういうのを婚活と言いますね。私の年齢でやってる人は少ないですけど、30近くなると結構やる人多いですね。そうそうそう、婚活始めるとか、婚活頑張るとかいう人いますね。婚活始めたんだよねってとかね、婚活がうまくいかないとかね、よく言う先輩とかはいますね。はい、っていう感じです。こんな感じで最近は恋人を作る人が多いみたいですね。でも社内恋愛がマジで多い気がするな。前レッスンしたどこの国の人だっけな、ニュージーランドかな、社内恋愛が多いですって言ったら、えーってすごいびっくりされましたね。絶対に嫌だみたいな。そうそう、確かにね、嫌ですけど、まあこんな感じです。まあ、もしね、そのなんか今日本に住んでてちょっと恋人が欲しいなとか婚活したいなって人がいたら、アプリを始めてみるのが一番いいかなと思います。はいはい、こんな感じで今日はこんな感じね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、日本での最近の恋人の作り方について紹介しました。今日話した話、またホームページにアップしますので、私のウェブサイトに載せますのでチェックしてみてください。あとツイッター、インスタグラム、YouTube ありますので、こちらもまたフォローの方をよろしくお願いします。あとはプライベートレッスンですね、まだまだお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。結構土曜日日曜日とかもやってますので、今1時間3500円ですねでやっておりますので、もしよろしければご連絡お待ちしております。はい、あとなんだっけ、このポッドキャストのテーマのリクエストもいつでもお待ちしております。で、次はちょっと私は明日から旅行に行くので、この旅行の話をアップするか、あと YouTube のコメントでオノマトペが難しすぎますっていう風にコメントをいただきまして、確かにオノマトペって本当難しいんですよね。なんかキラキラとかピカピカとかぐちゃぐちゃとかね、すごいあるしね。なので、よく使いやすいオノマトペをいくつか紹介したいなと思っています。はい、オノマトペ難しいですよね。でも私もよくわかんない、いくつあるのって誰が考えたって思いますけど。はい、あとは私明日からちょっと旅行に行きますので、しばらくポッドキャストのアップはしないと思います。1週間ぐらいですかね。また
帰ってきたらまたすぐにアップしたいと思いますのでよろしくお願いします。で、あの旅行の写真とかはねインスタグラムでアップしようかなと思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。はい、ドバイミアコーヒーですね、こちらのサポートもよろしければお願いします。今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ではまた次回、さよなら。